はい、格闘タクニュースゾウの雑博です。今回はライジンランドマーク8佐賀大会追加対戦カード記者会見動画速報についてです。佐賀大会が2月24日に今年初の大会として行われます。なんと13試合追加カードがありました。まあオープニングファイト、いわゆる選手側がお金払ってジモキック、ジモ MMA として出る大会が5試合あります。その他オープニングファイト以外は寺田匠 VS なんとかさんというキックの試合、まあ、これは寺田選手が確か九州出身だからというのもあると思います。でそれ以降は全部 MMA です。でトラルラギモフ VS 田中半蔵選手が66キロフェザー級です。まあ田中半蔵選手はベテラン選手ですけども、ここには皆さんほとんど何も触れてませんでした。で次の試合、元 UFC1 でディープチャンピオンになった阿部大地 VS オスマンコータ選手、これもオスマンコータ選手が九州の選手で、まあコメントして九州最高の男で参戦するよとコメントを出しました。阿部丹治選手は開幕戦を盛り上げたいと思う、今年は全勝全 KO ですみたいな感じで、まあ短くコメントしてました。非常にグラサンも似合っており、昔のチェッカーズのコーラスと少しダンスをする人みたいな感じが好感が持ってたので70点とさせていただきます。次に伊藤勇樹 VS 上田正人選手です。上田選手もまたコメントで、まあ34歳の福岡在住の消防士です、中年のドロドロの試合しますということで、まあ地元枠として出れたのでしょう。で伊藤勇樹選手は対戦相手が、まあ、現役の消防士です。しっかり進化させられないように頑張ります。で何のことか言わないんですけども、連敗続きなので連敗を払拭したいと、まあ多分パチンコのことをきっかけで言ったのでしょう。で売れないビジュアル系バンドのドラムみたいな髪型をしていましたので、ここも好感を持って70点とさせていただきます。次に滝沢健太 VS 野瀬翔平選手です。野瀬翔平選手は、まあ、イケメンで柔道エリートで、まあ、ロードトゥ UFC も出てました。いわゆるグラップリングの選手でマスタージャパン福岡の方で、コメントとしてコメントが届いてます。でマスタージャパンの野瀬翔平です、常にフィニッシュを狙います、インパクト残しますといい爽やかなコメントを出してました。そして先日の TikToker 滝沢健太ことタッキーですが、最初野瀬翔平の選手ことは分からなかった、調べてみるとロードトゥ UFC の選手でなかなか強い選手だ、グラップラー対ストライカーで KO を狙いますと言ってました。まあ、そもそも野瀬翔平選手を知らないこと自体が、まあ、やばいのかなと僕は思うんですが、まあ、グラップラー対ストライカーで非常に面白い試合になると思うんですが、おそらく滝沢選手これで負けてしまうと、もう4連敗か3連敗かですので、ライジンに上がってこれないかわかりませんので、ギリギリの戦い、生き残り戦が見れるのではないでしょうか。見た目もダサいサングラスと毛量が多すぎたので、3点とさせていただきます。次に、我らの天才脇役、あちだちゃん、VS 鈴木弘明こと怪物くんです。で、なぜかあちだちゃんはコメントをだけ出すだけでした。生まれ故郷の佐賀県で嬉しい、盛り上げます、去年シュートボクシングを経験したので MMA との違いを見せつけてあげますとコメントしてました。まあ、コメントも脇役っぽいしょうもないコメントだったので3点とさせていただきます。で怪物くんはお久しぶりです。怪物くんです。元王者のベテランを追っていく、それが格闘技だと思う、格闘家としてぶっ飛ばしたいと、まあ、シルバーのひび柄のジャケットで本当に女子プロレスラーのカリスマレスラーみたいにかっこよかったので100点とさせていただきます。次に浜崎彩香 VS クリエロペスちゃんです。でロペスちゃんが3度目のオファーはクリスマスプレゼントみたいに嬉しいと、可愛い見た目もコメントも可愛いロペスちゃんでした。で浜崎彩香選手も怪我から復帰頑張りますと、端的に白いシャツに黒のジャケットと一世風靡をメインにフューチャーしてたので100点とさせていただきます。そしてなんと八地裕介 VS キムギョンピョ選手が決まりました。キムギョンピョ選手は経験豊富な相手と戦えるのでやりがいを感じている、ライジンに感謝です、佐賀で最高のファイトすると端的に答えてました。そして八地裕介こと G 君道の洗脳から解放された八地君道ですが、相手はロード中 UFC ベスト4の非常にいい相手だ、去年は1試合しかできなかったのでその鬱憤を晴らす、しっかりと勝ってフィニッシュを狙いたいと思いますと言ってました。まあ、メガネに挑発とラーメンズの人がちょっと太ったみたいになってましたので2点とさせていただきます。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日ライブ配信10時からご覧ください。それではさよなら。